헤비기어 챔피언 코바시 켄타. コバシの表情です。そして高山が一歩に補填進する。これを指さすコバシ。場内コバシコール半分。高山コール半分でありました。高山仕掛けた。キック。ソフトオブリッジバックダウン。ソフトオブリッジがありました。先制攻撃は高山吉田であります。コバシ大の字。コバシオレンジのトランクス。赤コーナー付近に伸びております。捨てております。目は打つの。不意打ちを切りました。イラゴング。さあ。 カウントは2であります。昨年のチャンピオンカーニバルは小橋がラリアットで勝ちました。しかしその後1年ノフィアートして頑張ってまいりました高山義志郎。一発があります。そして何をしてかすか分かりませんこの高山。2位タ大会全シリーズではこの高山がタックではありますが小橋を破りまして自身3冠を取れるという確信を得たというます。ビッグフット小橋立ち上がった。小橋立ち上がった。 三発のチョップで倒した。髪を掴んだ。首を伸ばした。リングロスト場外を落とした。さあこれを追いかける。さあ鉄柵攻撃だ。鉄柵攻撃。高山が背中を打ちていました。そして怒涛の王者のチョップが飛んでいく。おおというすごい声を上げて打っていく。三発で高山。三発で高山。フェンスを越えてしまいました。なおも髪を掴んで。髪を掴んで。さあビッグフット。お返しのラリアット。脳天チョップ。 放送席横高山が放送席ダーッと押し切ってまいりました。マットを剥がした。マットを剥がした。マットを剥がした。三冠チャンピオン小橋健太。さあ高山の髪を掴んで。さあ先ほどの先制攻撃中のお返しか。 DDT 秋山さん、はい、お話を伺うチャンスがなかったんですが3900人超満員5号たる声援立ち上がりと見ました。そうですね。お互いに今までにない三冠戦をやるって言ってたんでね、まあその通り立ち上がりは全く違うものになってます。ああそうですか。秋山さん、ズバリ小林選手に何を期待します。そうですね、怒った怖い時のそういう小林さんを見たいですよね。さらに突っ込んでいきます。今までの小林選手はもの足りなかったんですか。そうですね、優しさ力強さはあるけどもそういう部分が足りなかったと僕は思います。今の小林だったら、これまでの小林だったら挑戦するのはお断りするという発言がありました。はい。 連発した。対空時間を亡くなられた鶴田さんにも見てもらうように天国の馬場さんに届くように。そして放送席の秋山に見せつけるように言っていきました。放送席にいて何か小橋からのメッセージみたいものを感じますか。いやもう全然いつもよりは体から出るオーラが全然違います。オーラが違う。そうですか。一緒に守っていきたいと思います。さあちょうど左の辺りにチョップを打っていきました。 しかもこの左奥のロックしております。高山逃れることができません。ドランのような状況です。リングの中央です。わーっと腕を広げてまるでジャンボ鶴田があのスリーパーを思い出す大きく入るスリーパー小橋。秋山選手は言いました。小橋をそろそろ刀を抜いてほしい。怖さ凄さいい試合じゃないんだ言うべきことを言ってほしいやり返せ感情を出せ鬼になってくれ。 それができる小橋選手だからこそということなんですね。そうですね。まあ潜在能力はでも今こんなもんじゃないと思いますし、もっともっと出せるはずだと思います。高山選手に引き出されるんではなくて自分で出すということですね。自分から出してほしいですね。はい。一時は奇襲受けでどうなるかと思ったんですが、さあ形勢逆転いたしました。小橋健太オレンジのトランクス三冠チャンピオン。さあ今度はきちんしっくしつこく攻めていきます。ぜひこの小橋には王者のファイトを見せていただきたいと思います。 かつてあのジャンボ鶴田がそうでした。その鶴田から帝王学を学んだ小橋健太。さあ固め技に行きました。しかしこの改めて落ち着いて考えてみたいんですが、この高山選手のこの1年間のオフィアとして成長ぶりどうご覧になってます。そうですね。やっぱりもう来た時は全く違って、うちになれるというよりもね、自分のスタイルを完全にもう確立してます。なるほど。高山選手にはどういうファイトを期待しますか。 いやもう高山選手にはもう今持ってるもうそのまま続けてもらえれば、はい、うちにある戦いとは全く違うものになると思うんで。フェイスロックでしょうか。後ろからは確認することができませんが、あ体勢を入れ替えました。サーフボードストレッチの体勢であります。さあ小橋健太、格の違いを見せつけることができるか。そしてプロレスとは何か。この新潟地で小橋のプロレスとは何か。
プロレスの素晴らしさ、奥の深さを見せてもらいましょう。三沢選手は言っています。確かに、あっとバックドロップに切り返すか、エルボー打った、フライングメイヤー強烈なキック、おっと、こぼしたっ、違った、ムアイタンチョップ、これを塞いだ、いいリフト、ディフェンスした、さあ張り手、ならばタックル、そしてマウントポジションに立った、マウントポジションに立った、高山、さあ元 UWF、 元 UWF、 さあどうだ、これはディフェンスはしていますが、何発か当たっているか。5分が経過しました。確かに秋山さん、これまでにないタイプ。そうですね、これは完全にもう高山選手のペースですね、はい。さあそして嬉しい十字に入った、決まり替えは秋山さん、もう右多分狙ってくると思うんで、はい、右は気をつけないといけないですよね。なるほど、UWF インター出身、全日本に来て3年が経ちました。そして掴んだこの三冠挑戦のチャンスであります。本能の赴くままに戦う、こういう風に話していました高山義郎。今までの三冠戦では出せなかったプロレスをやらんと僕が出た意味がありません。仲良しクラブの技の競技会、こんなものはたくさんです。四天王プロレスを壊します。ぜひ小橋さんが殺人鬼となってきてほしい。あの昨年の世界タッグのように鬼の小橋さんに来てほしい。そして俺を叩きすれば秋山さんのあの厳しい発言も撤回させられるじゃないか、こう話しています。この一連の高山選手の発言はどう解釈しますか。まあ自分のね気持ちの思あの参加戦にねうまく持っていくためにもやってるんだと思いますし、小橋さんをもっとね乗せるためにやってるんだと思います。さあ見せつけるようにエプロンサイド、小橋の髪を引っ張って、そしてちょうどこの放送隙間、秋山さんの前だ、本部席、期待を打ち上げました高山。 KO かギブアップか、あるいは反則かもしれませんよ。どんな状態からも脳天から落とすことができる殺人スープレックス、腕をクラッチしたまま引かなければ失神まで打つ、それを公開練習をしてみせましたこの高山。それが出る機会があるんでしょうか。そして注意するはこのリング上の小橋健太のライアット、必要ならば腕を折ることも辞さないと話していました高山です。その高山のペース、小橋カウントは2つです。振り付けます高山。ニース大会でこういうような場面がありましたね、敗れた後顔をあの小橋選手が踏みつけられるという、はいはい、盟友の大森が見つめるリング上です。大森選手は言います、チャンピオンカーニバルで小林に敗れた大森のこの仇討ちというふうに高山選手は言っておりますが、大森選手は高山選手にとってほしいけれども、僕は小橋にやられているんで三冠で借りを返したいという気持ちもあって複雑なんですと話していました。ご覧の大森です。心中はいかに、その目の前重いキックが飛んでいきます。この高山のキックってのは秋山さん受けてどうなんですか。いやもう内臓まで効いてきますよ、すごい。皮膚だけじゃなくて、はい、重いキックですからね。ご覧ください、まるで大砲のようだ。でもやっぱり負けない体持ってますからね、はい、小橋さん。さあ小橋よ、ここで怒りを爆発させる、ラオウとなれ小橋、鬼となろうぞ小橋、下から眠り上げる、見上げつける、高山前を嫌った、ロープに飛んでキック、倒れません小橋、その差30センチ、ラリアットや手下切り左右猛然と打っていく、額にも打っていく、高山の頭がまるでベーダーハンマーを見ているように大きく揺れます。後楽園大会でしたか、コーナーで秋山さん受けていましたが、はい、どうなんです。いやもう一発でも完全に脳揺れる状態ですからね。あ、そして大森にも打っていきました。あ、2リフトがついに決まってしまった。この辺はやっぱりバーニングにはない連携だと思うんですよね僕は。なるほど、はい、大森がうまく気を引きましたよね。
さあ、おお、膝をあのような形で打っていくんです。さあ10分が経過しました。またまた攻守が入れ替わりました。序盤戦高山の奇襲、そして小橋の逆襲、そしてまた高山のペース、右腕を狙いに行きました。今日はこの膝を有効に使っています。高山義弘、 UWF インターで培ったいいものを残し、そして全日本プロレス、ここが僕の第二のふるさとなんです。そしてついに掴んだ三冠挑戦の初めてのチャンス、堂々と渡り合っています。秋山さんが初めて三冠に挑戦した時、はい、そして今日高山が初挑戦なんですが、心中をさせていかがでしょう。いや、もう僕の場合はあの緊張して体が動かなかったですね。あ、そうだったんですか。でもやっぱり外をね、いろいろ渡り歩いてきた人だから、その辺は心情も強いですよね。あ、そうですかね。本当に不器用なレスラーは波に乗せると怖いという人もいますが、さあ腕が伸びた、どうなんでしょう。秋山さん、まあ、決まってますね。完全に決まってますか。決まってる、早く逃げないと。はい、決まってる、決まっている。嬉しい逆上手、小橋もがくリングの中央、かなり距離がある。体を足をロープの方に伸ばして、どこにロープあるんだ、どこにロープあるんだ、ここだ、ここだ、逃げる、逃げた、小橋逃げた。危ない、右腕を文字通り折りに破壊しに来ました。横の通り高山、プロレスは5以内の反則なら認められます。いろいろなプロレスがあるんだということを今日三冠戦で示したいというふうにも高山話しておりました。うまい、この当たりはうまい。小橋が苦痛の表情だ。果たして起死回生の逆転のラリアットはこれで打てるんでしょうか。実は大森選手、高山選手の発言の中で、俺にはヒールの雰囲気がある、秋山選手と組みたいなという発言も実はあったんですよ。秋山さんどうです。そうですね、高木選手には僕も興味はありますけど、一番評価されてるのはどの辺ですか、高山選手と。そうですね、やっぱり、まあ、腕を折るって言って、やっぱり腕を折る雰囲気がありますよね。ありますよね、はい、必要なこの腕への攻めであります。ババ、鶴田、いなくなって両選手がいなくなって、全日本の迫力ある大柄タックルの流れを継ぎたいというこの高山、腕しぎ決めさせてはいけません。これ以上腕にダメージを負うことはなりません。必死の脱出ですがなりません。伸びてるぞ。全選手の憧れ、あの鶴田選手が成功しました。鶴田は最強でした、全日本でした、そして王道でした。強すぎたうちは誰もが目標とし壁となり立ち塞がりました。あまりの強さゆえに憎まれ叩かれ、それでも容赦ない壁となりました。小橋選手にはそうなってほしいんです。あの偉大なレスラーの遺伝子を引き継ぐ小橋健太、窮地を出す仕事ができるか。あー、エルボー、あー、正面から来た、イブクロストバック、苦しい。秋山さん、戦況どう分析しますか。そうですね、もう完全に高山選手のペースで早くこの流れを断ち切らないと。右腕にダメージを負いました小橋健太、自信の表情高山、キックでカット、次は何がある、出会い頭バンディブレットブリーカーブラップ、ババ直伝、左のランニングレッグブリーカードラップ、動きが止まっています。小橋高山の動きが大きくなった。
チョップで防ぐ。自らもセカンドロープに乗る。なだれ式ブレンバスター、一つ返した。大技を一つ出した。右腕はどうだ。剛腕、その右腕、剛腕は神の腕はどうか。ソバット、ロブン飛ぶ、距離を取る。おっと、ギロチンドロップ、フブスイングを落としました。痛い方の右腕で拳を握っています。ダブルアーム式のディディティ、対応を浴びせます。消耗戦となってまいりました。鶴田から帝王学を学んだこの小橋健太、あとはお前たちがプロレスの凄さ、レスラーの凄さを伝えていってくれ、こう話していたということです。正面から大型選手同士の肉弾戦、これがプロレス。あー、膝が鳴り合った。しかし自らも倒れた。ここまで痛みつけられた右腕のラリアット、秋山さんどうだ。そうですね、でもまああれぐらいじゃ絶対潰れないと思います。腕は、はい、こらえる、痛みをこらえる、口を大きく開けた。あー、ラリアットより早く2ストラップだ。飛ばし分裂は高山が忍びやる。さあ、から巣立った怪物が王道マットの頂点に君臨か。いや、王道を崩すか、王道を破壊するか。走り込んでのニエリフト、かたや王道マットの正統継承者小橋健太、この小橋の最大の理解者秋山君、鶴田のような怪物、今だからこそ鶴田のような王者になってくれ小橋さん。しかし小橋苦戦、小橋苦戦。ジャーマンはもうこれ以上食えない。今のはあのまま腕を固めて頭から落とそうという、あの公開練習でやっていたやつですね。危なかった。ラリアット防いだ。パンチ、グーパンチだ。怒りの鉄拳だ。左の鉄拳だ。裏拳だ。ボリブロ、左のスク、まるでボクシング、殴り合い、いや、4本のロープ、3本のロープで囲まれた、6メートル四方のリングでやっていれば、なんでもありがプロレスです、なんでもありがプロレスです、すべてを凌駕した、すべてを含めたものがプロレスです、秋山さん、そう言っていいですよね、そうですね、素晴らしからプロレス、叩き落とした小橋健太、これは喧嘩だ。ルールのある喧嘩プロレス、小橋の今までのこんな表情を見たことはありません。20分経過、長期戦になりました。高山コールが沸き上がってきたぞ。小橋コールも半分、キック、あ、邪魔、投げ捨て風にやや斜めに落としていきました。ダブルナックダウンの状況、こちら小橋、さあ高山が先に立つ、高山が先に立つ。プロレスが一番輝いていた時代を見せてくれたジャンボ鶴田、あの繁栄を今一度、負けるなプロレス。ラリアット、三冠王者、渾身のラリアット、馬乗り、カウント3が入りました。最後は痛めつけられた、硬いしかかった右で、渾身のラリアット小橋健太です。